きらめきは九州旅客鉄道が文字港駅、小倉駅博多駅間を鹿児島本線経由で運行する特急列車である。本港ではきらめきの派生系統で柳ヶ浦駅、中津駅博多駅間を日本本線、鹿児島本線経由で運行していた臨時特急、韓米きらめきについても記載する。特急、きらめきは2000年3月11日にそれまで つばめ102号、日輪101号として運行されていた、博多発文字広域の特急に独立した列車名を与える形で設定された。翌2001年3月3日には、ホームライナー、エアポートライナーなどの乗車整理券が、必要な快速列車をすべて、きらめきに編入し、種別統一を図った。ただし、ホームライナー時代は乗車整理券三百円で、着席が保証されたが、 ひらめきは普通車を自由席のみとしたため特急券510円を払っても着席が保証されなくなった。そのため連結量数が各列車の走行時間帯の需要より多めに設定されていた。運行当初から全身の列車を受け継ぐ形でホームライナーに近い形態で運行され朝もしくは夕方以降の運行に限られてきたが2011年3月12日に 九州新幹線鹿児島ルートの全線開業に伴い廃止されたリレーツバメ、有明の文字港駅、小倉駅博多駅間は、きらめきに編入する形で存続することになり、日中の運転も含めて本数が大幅に増えていた。だがその後の利用不振により2014年、2018年、2021年に本数の削減が行われて、現在は再び、 オームライナー的な運行形態に戻っている。なお、きらめきの列車名は1988年3月13日から1997年3月21日まで、西日本旅客鉄道が北陸本線の前原駅金沢駅間で運行する、速達系特急の愛称に用いられていた。他の JR で採用されていた、 特急列車の名称を全く別系統の特急列車の名称に採用するという比較的珍しいケースである。783系のきらめきの側面方向幕文字工駅博多駅間に折り2本上り6本、小倉駅博多駅間に折り3本上り1本、軽下り5本上り7本が運転されている。かつては土曜、休日のみ運転される列車の設定もあったが、 2021年3月13日ダイヤ改正で時刻表上の記載はなくなっている。2011年3月12日のダイヤ改正で大幅に増発され、小倉駅博多駅間では早朝夜間を除きソニック2本、きらめき1本により特急を約20分間隔で運転していたが、2014年3月15日2018年3月17日の ダイヤ改正で日中の運行は、ほとんどが廃止され、20分間隔での運行は朝、夕方以降のみとなった。九州新幹線鹿児島ルートの全線開業以前は、下り3本上り7本の運行で、ほとんどの列車が文字港駅発着で運行されていた。2014年7月19日より土曜、休日を中心に、この年放送された NHK 大河ドラマ、軍師」。 韓米にちなみ、本来の、きらめき7号を、柳ヶ浦駅始発に変更した、臨時特急、韓米きらめき7号が運行を開始した。787KBM-13 編成に、韓米ラッピングが施され、韓米きらめきに、優先的に運用されていた。軍師、韓米の放送終了後ラッピング編成は姿を消したが、韓米きらめきは2014年度よりも、 大幅に運行日は削減されたものの、2016年のゴールデンウィークまで設定されていた。また2014年2015年には、追気基地航空祭の開催日に、博多駅中津駅間に、航空祭向けの臨時特急、関米きらめき91.92号が運転された。なお、2020年3月14日から2021年3月12日まで、土曜、休日に運転される。 小倉駅始発の93号は一部運転日に中津駅始発で運転されていた。日報本線内の停車駅は、関米きらめき7号が柳ヶ浦駅、中津駅、宇野島駅、行橋駅、小倉駅、きらめき93号は中津駅、行橋駅、小倉駅であった。また、小倉駅で進行方向が変わるため、小倉駅到着時に、 座席の向きを変えるようにとの車内案内がなされていた。も字公駅、文字駅、小倉駅、戸羽駅、黒崎駅、栗尾駅、赤間駅、博多駅、関米、きらめき9 1 9 2号の停車駅、博多駅、赤間駅、織尾駅、黒崎駅、戸羽駅、小倉駅、行橋駅、追記駅、中津駅、南福岡車両区に所属する787系、電車、783系電車が充当されている。 いずれも通勤、通学時間帯のライナー的役割を担うこともあり、普通車は自由席が大半を示し定席は一室、のみの設定となっているほか、平日は普通車指定席の設定がない列車も、少なくない。787系は、デラックスグリーン席とグリーン個室を連結した、編成が下り4本上り5本に充当され、二往復は7両編成。 下り二本上り三本は六両編成で運転されている。二千十一年三月十二日のダイヤ改正でリレーつばめ有明の博多駅北を編入したため七百八十三系で運行の2往復を除いて七百八十七系に車両が統一されていたが二千十八年三月十七日のダイヤ改正で本数元と一部列車の七 783K への 変更に伴い、787系での運用は、大幅に減少した。しかし2021年3月13日の、ダイヤ改正で783系重道の列車の、大半が廃止されたため、再び787系主体での運転となっている。783系は折り1本上り2本が、緑用の4両編成と、ハウステンボス用の4両編成によって運転され、 12号は緑編成、14号はハウステンボス編成、3号は両編成を連結した8両編成で運転されている。各車両とも中央の上降土地を境に、中津、博多寄りの A 室と小倉、文字港寄りの B 室に分かれており、駅や車内でもそのように案内されている。2001年3月3日の運用開始以降長らく、 に往復ののみでで運用であったが2018年3月17日のダイヤ改正で、きらめきでの運用が増加し、本数では787系を逆転した。しかし2021年3月13日のダイヤ改正で2018年以前と同程度の本数に戻っている。運行開始当初は、通勤時間帯にのみ運転されるという使命を持っていたため、 他の特急列車の間合い運用によって運行されており、九州新幹線鹿児島ルート全線開業直前の2011年2月時点では、以下の車両により運行されていた。運行開始当初から2005年までと、2008年から2009年までは885、軽電車も充当されていた。なお2005年までは、カモメ編成、2008年から2009年は、 ソニック編成での運行であった。その後、2011年3月12日のダイヤ改正で7 8 3系で存続する1.5、または2往復を除いて7 8 7系6両編成に統一され、2014年3月15日のダイヤ改正で7 8 7系のカモメ、緑が7両編成に増結されたことに伴い、 きらめきでも一部列車が7両編成での運行になった。かつては平日のみながら7 8 7系6両編成を日本連結、あるいは7 8 3系ハウステンボス編成、緑編成9、日輪編成による12両編成で運行する列車も存在した。2018年3月17日のダイヤ改正では7 8 3系での運用拡大。 7 8 7系での運用縮小の他に、7 8 7系での2、編成連結運転及び7 8 3系での3、編成連結運転の終了や、上りではそれまで、緑32号として、博多駅に到着した7 8 3系、緑編成、ハウステンボス編成の8両編成をそのまま1本に当てていたのを、 博多駅で分割して4両ずつ2本の列車の運用に充てるといった変更が行われている。ありがとうございます。